ロンダルキーあの悪魔たち悪魔じゃんロンダルキーの祠、あ、ここブリザードとか出てくるんだよロンダルキアとたどり着いた母子の話を打ちに遠のいたら気づく君たちについに史上最悪のモンスターが襲いかけやるじゃんお前らやるじゃんやるじゃんお前ら絶対やるじゃんロンダルキアの悪魔たちじゃん悪魔ですねリターンズその2 もう何何もう俺はもうプライド捨ててますもんさあ来ましたよお待たせですこのパーティーでございますいつものいつものでございますよし勝つで。さあ相手はロンダルキアの、あ、なんかアトラス見えるわ確かに。アトラスが見えるってことはそうっぽいな。ん、あれ違う。ん？4400 HP ちょっと待って。HP 4400？ 待って待って。もう魔王じゃんお前らの HP。ちょっと待ってアトラスだけなんで出てんの？アトラスだけちょっと違うんだけど。763。さすがにロンダルキアの悪魔たちだけ全員悪魔なんで。あ、全員悪魔なんで通るっちゃ通るんですけど、ちょっと待って、4400？ なーにそれなーにそれこれローガのエンブレどんだけ出せるかですよ。デイン通る。もう魔王相手にしてるもんじゃん、こんなの。いいよ。あ、悪霊のアイスクラス、ナイス。それはナイス。まあ、すごいパーティーですね、君たち。オッケー、ラッキー。それはラッキー、マジでラッキー。アトラスだけ出てきたのか。粉砕の一撃。やばい。あ、ナイス。それはナイス、マジでいい。いや、わかんない、わかんない、わかんない。全然わからん。あ、でも連続ブレスでも打点取れるか、こいつら。デインじゃなくてもいいかもな。このね、ローガの演武が、避けられたりミスったりしなければ、いい感じに出てるね。悪伝に引く。オッケー。よいしょ。オッケー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 、大丈夫大丈夫だ。いやー、怖い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 。火力がやばいって、君たち HP と、ちょっと君たちの、ナイスガード、ナイス。オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫だ。デイン、いいよ。ここでまず返したぞ。スーパーもう火力バトルじゃん。全員デイン通るからな、基本的には。大丈夫だね。返したよ、まず。さあキスコ回れ、ナイス。しかも悪伝に行くしかも悪伝に行くあたりすげえな。キスコやるじゃん。今回キスコ賢いよ。ここに返されるか。粉砕の一撃、ナイス。いや、もう威力高えな。威力高い。イオナズの方がいいわ。むしろ串刺しで痛恨出る方が怖いから。え、どうしよう。え、稲妻の剣、稲妻の剣説あるね。普通に稲妻の剣の方がいいと思う。これローガのエンブのおかげで削り切れてるから、ルビスの守りでもいいっちゃいいんだけどな、これ。稲妻の剣で、おい、めっちゃ通る。236も。ローガレンブレ、ちょっと口開けます。あー何をしてるんだ。アトラス避けた。アトラス避けてるやないか。おい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 、気づこう。流れが変わっちゃった。ほら、流れ変わったに。みもうすぐ流れ変わるんですから、このゲーム。もう全てにおいて君たち違う技打ってんだよ。君たち全てにおいて違う技を打たないでくれ。で、怖い怖い。流れが変わっちゃった。流れが変わっちゃったよ。もうやめてくれよ、そういう流れ変えるの。でも大丈夫、多分大丈夫。だってその3体、あの3体がそんな速いとは思えないから。次ローガの演武さえ、破壊の一撃とか武器の技じゃん。ガード、にょー、うお、あ、待って、これ、螺旋劇で来た。やべ、螺旋劇で来た、これ。いや、でも、ここで取るからね。ここで行くからね、ローガの M でね。ナイス、終わった、もらった。4400は犯罪ですよ。邪神官の儀式、来たよ。これはあいつだな。ハーゴの神殿の中の2戦目ですね、こうしてみるとね。長くいよいよ終わりを迎えようとしていた。ってことは、あとこれと、あともう一つってことが。ロンダルキーの悪魔たちを率いて。やだ、それあれじゃねえかよ。最強の魔王じゃん。いやー。これきつそう。マジできついやつじゃない？あのですね、
魔王戦、このね、レジェンドクエストにおいて魔王戦の場合ですけど、とどめの一撃を打つと加点なんですよ。魔王戦はとどめの一撃を打たないと加点にならないんですよ。ということで、何を考えているかと言いますと、耐えることなんですよ。はい。なので、耐えてとどめの一撃を打つ。それでいきます。ちょっと軽く聞いた話によりますと、初めの、魔王に行くまで、魔王に行くまでなんですけど、まず。うわ、本当に、もうレジェンド魔王のやつじゃん。レジェンド魔王のやつだやん。もう、ほら、赤岡の爪と来た耳。いや、きついよ、しかも。これはきついな。きっつ。これ、痛恨も怖いしさ。え、真ん中、レジェンド魔王のさ、状態ってことだもんね。あやかし抜きしてくんの？お前、レジェンド魔王の操作、ラッキー！魔王戦の時においては、とどめを打つことが加点なんですよ。なので、とどめを打ちたいんです、こっちは。で、そうすれば、つばぜり合いの、つばぜり合いの危険があるんですよ、あと。そうしないと。だから、モンマスで、モンマスで行きつつ、耐えるっていう戦法で行きたいと思います。そう、その方が確実ではある。痛恨の事故めちゃくちゃ怖いけど、うん、160もビリアル通るのか。さあ、テールアタックをここで当てていきたい。頼むぜ。ジャロゴン、はい、テールアタックを OK、 よかった。そう、削り切りはしない方がいいと思う。削り切らずに着実に勇気を貯めてとどめの一撃を打とう。それでいきます。一徹かどうか、まあ別にこのターンは一徹かはまだ大丈夫だと思う。うん、攻撃を一発食らわないだけラッキーと見た方がいい。で、スペシャルカードは多分ルビスでいいんじゃないかなと思うんですよ、この関係だとね。でも、いや、うん、ルビスでいいと思う。うん。下手なこと考えたら、ルビスでいこう。しっかり、勇気を貯めて、とどめ一撃を打つ正統派戦法でいきます。魔王戦においては、この前の竜王みたいに、うひぇこの前みたいに、竜滅拳ドカンドカンやってると、点数が稼げないんですよ。いや、でも大丈夫だ。いや、大丈夫なのか？ダークスパイクもね、痛恨が出やすいんですよ。あと2ターンを2160で耐える。まあ理想論です。勇気が溜まるかどうかわかんないけど、下手すると、3ターン耐えないといけないかもしんない。でも、煉獄斬り、ドラゴンとのコンビネーションだよ。オッケー、ナイス。もういいよ。普通に。もう全体攻撃でいこう。勇気溜めるだけでいいよ、もう。勇気溜めていこう、しっかり。会心でバッて勇気貯めたい気持ちもあるけど、うわ、2使ってる。え、待って、ハーゴン2使ってる。どうした、ハーゴン。今日のハーゴンは杖使ってます。いつもライブでは杖捨ててるんですけどね、こいつ。大丈夫、え、強っ。待って強い待って、本当にやめて。ちょっと待って、お前爪痕しかしてこいじゃないか。灼熱の雄たけびしてこいよ。きつい。待って、きつい。次のターンでルビスしたとして、これ、次のターン、ルビス耐えられなかったらやばいぞ。だ、次のターンのさ、ハーゴンがイテスカードだったら、いろいろとオワコン立つぞ。OK! 2体以上当てていけば、勇気が回収できる。頼むぜ、みんな。これはモンマスだと思うぞ、俺は。最適解だと思う。大丈夫、いいよ。しっかり2体当たれば、勇気がちゃんと溜まる。大丈夫。イオナズン怖いな、でも。イオナズンで来いよって言った割には。痛恨の事故はないにしろ、威力が高そうだな。めっちゃ威力高い。あ、でも、まあ、耐性は優秀。さすがに。1100あります、まだ。飛竜斬り。ここ避ける。いや、ルビスでいい。ここはルビスだ。ここはルビスがいいと思う。下手なこと考えな。ルビスでいこう。どうだ？このターン、ハーゴンが先に動いてくれんなら、あ、ま、いや、ルビス、頼むぞ。ルビス使ったので1100以上削るっていうのは、さすがにないと思うけど、うん。あ、でも大丈夫。さすがに、ルビス使ったべ。いける。72、OKOKOK、終わった。これはいける。さすがに、痛恨2連打だろうがいける。痛恨で300ゆで、ダークスパイクで500でしょ？いけるわ。よし。よし、理想の通った。よし。OK。確実に行こう。確実に勝ちに行く。
ここは点数をちょっと意識しつつ確実に勝てる方法でいきます。まあといっても悪魔の爪、爪使ったところで勝てるかというと怪しいんですけどね、正直この3体の場合って。 OKOKOK ドラゴンライダーで最後は煉獄入り。大丈夫大丈夫、もう行ったから大丈夫だ、安心していいよ、ここ安心できる。よし、肩の力抜いていいよ。まあここで通行出ても大丈夫で、とどめはしっかり、これね、とどめをね、ナンバリングした方がいいみたい。とどめをね、他のナンバリングとかにしちゃうと点数が加点されないみたいなんで、しっかりここはね。でも2は楽ですよね、何やってもだってミナディーンなんだもん。よし、とどめはね、何やってもミナディーンなんで、他のやつだとね、なんかね、そのキャラに合わせてなんか変えないといけないみたいなんですよ。ただまあ2に至っては比較的まだ楽な方ですね。はい、とりあえず2はね、みんな全員ミナディーンになっちゃうんで何をしようがね。はい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 、でこれでミナディーンで OK と。よし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 、ちゃんと点数も取れたと思う。うん、いやただね、まさかと思うけど、スペシャルカードがさ、実はハーゴン戦の時だけさ、風のマントでしたとかそんなんないよねいやハーゴンで風のマント使ったら怖いんだよ。やめろバズスの顔あ、これまさか、おー急に死んどる突然死ぬなってあーつで置いちゃった。